はい、トシキチャンネルのトシキです。本日もオリックス純正の動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで本日の投手なんですけれども、鈴木投手使っていきたいと思います。先日の戦力外通告の発表で鈴木投手戦力外になってしまいました。僕個人としては前々からこのチャンネルでもリアタイ向けの投手としてかなり推してた選手なので、今後オリックスで S ランクの選手が出ないと思うとかなり悲しいんですけれども、また他球団が決まって他球団で A ランクが出るかもしれないので、それまでこの鈴木投手はしっかりリアタイで使っていきたいと思います。改めて鈴木投手の魅力を紹介しますと、ストレート150キロとスプリット、ツーシームと縦スライダー、この縦スライダーが変化量を読んで思ったよりしっかり曲がって、ツーシームとスプリット、このコンビで主に戦っていく形となります。それではオリックスの選手ではなくなってしまうんですけれども、鈴木投手を使ってオリックス純正リアタイやっていきたいと思います。それでは試合どうぞ。はい、ということで鈴木投手を使ってリアルタイム対戦やっていきたいと思います。相手の先発ピッチャー涌井投手ですね。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。はい、ではこの背番号68鈴木投手をマウンドに上げていきます。いやマジでね、結構僕的にはね活躍してたんで、ずっとね A ランクもしくはね新しい S ランクを期待してた選手だったので、めちゃくちゃ悲しいですね。正直戦力外も予想外でしたね。そこそこね若いですし期待値のある選手だと思うので、他球団で活躍してくれることを非常に願っております。で他球団でね、できたらセリーグで活躍していただいて、でそこで出てくる A ランクでこの鈴木投手も極みにしていくと。でこの鈴木投手が出たリアルタイムで僕はオリックス純正を始めていなかったので、 A ランクを1枚も持ってなかったんですね。だからなかなか、おーっと、OK なピッチ。スピリッツの面ではちょっと負けてしまうことが多かったんですけれども、まあ、それでもねこのスプリットとツーシームとまっすぐ、この組み合わせだけでねバッターを抑えていけたので、非常に魅力のある投手だと思います。はい、しっかり三振を与えて抑えていくと、さあしっかりねバッティングで鈴木投手を援護していきましょう。さあ初球は何か。はい、 OK です。いいよ、落としました。ボール先行です。 OK、 ナイスバッティング。一気にセンターへ、先制のランナーがバッターは DH。 さあ攻めて1点ヒットでランナーを1塁に置いています。初球は何で来るか。初球打ち、 OK、 続いていく。バファローズチャンスになりました。そして3番に大昇格の宗選手、バッターボックスは3番宗。さあしっかりとつないでチャンスの場面、ジャイアンツピッチャー変わりましたね。変わります。一打先制の場面。さあ頼みますよ。まず何を投げてくるか。インサイド落ちました。うわ危ない。ファウル、ワンストライクです。エース狙い、インコースに攻めてきました。打ちました。ああ惜しい、セカンドライナー。さあそして打席には吉田が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあこの先制のチャンスをし、打ちました。二塁送球。さあそしてバッターボックスには中村が入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。打ちました。よし、ナイスバッティング。失投ですが、しっかり逃さずに捉えることができました。ナイスバッティング。さあローズさん、はい、ということで鈴木投手に2組目やっていきたいと思います。ちょっとね今撮ってるとですね音がね割れてるような気がするんですけれども、ちょっとこれが撮影外で編集してる時にどうなってるかわからないんですけれども、もし音が割れてたら申し訳ないです。 OK、 ナイス宗選手。さあね、せっかくなのでパーフェクトで終わりましょう。いいですね。
で、まだ投げてなかったんですけれども、この縦スライダーもね、結構しっかり曲がるので、OK、OK、あー、危ない、危ない、危ない、ちょっとパーフェクトの夢は途絶えてしまいましたが。そして打席にはグラシアが入っていきましょう。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。さあアウトコースまっすぐ、オッケー、ナイスボール、悪くない、ね、悪くないよ、ツーチーム。で今回ねちょっと一発撮りなんでね、まずここでいいピッチングして終わりたい。もう2回目を取るつもりがないので、ああストライク入りません。でちゃんと限界突破を進めていれば中継ぎでの起用もできるので、結構ね、中継ぎで使うのもありかなと思います。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。さあビシエド選手広角打法出てるんでね、サークルチェンジで打ち気をそらしていく。おー、これ見られていくとスプリット、はいはい、いいですよ。勝負急がずにね、ツーシーム、いやー全然最後ファーボールで OK、 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 大丈夫大丈夫。さあ青木選手ですね、アベレージヒッター出ていく。ここは強気にいいハイでしょう。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。鈴木投手はね、ぜひねトライアウト出て頑張ってほしいですね。いやマジでね、頑張ってほしい選手の一人なんですよ。こうやってプロスペでね出会ってね、本当にオリックス純正初期の頃はもうエースかっていうぐらいねチームを支えてくれたんで、リーグ戦ではなかなかオーダーに入ることはなかったんですけれども、いやもうそれでももうこのたまに見せるこのリアタイでの神ピッチングに何度も助けられました。さあしっかりコントロールできる。これからもねリアタイではお世話になることが多いかと思いますので、まあ、リアルタイではよろしくお願いしますということで、はい、ナイスピッチありがとうございました。エンディングいきましょう。はい、ということで鈴木投手使っていきました。無失点で抑えるナイスピッチングでしたね。改めて紹介します。先発適正と中継ぎで C ありますので、限界突破できる人は中継ぎでの起用もできます。ストレートとスプリットとツーシーム、そして縦スライダー、この4つを主に駆使して抑えていくとしっかり抑えていけるんじゃないかなと思います。あとはたまに打ち気を誘うサークルチェンジなんかも効果的なんじゃないかなと思います。はい、ということで改めまして鈴木投手、オリックスでの活躍お疲れ様でした。まだまだ他球団でもねやっていけると思いますので、ぜひトライアウト参加して他球団で活躍して、またプロ野球スピリッツの世界でも活躍してくれることを祈っております。ということで今日はこの辺にしたいと思います。鈴木投手頑張れ、バイバイ。